未来を叶える準備をしよう。JPBA プレゼンツ、I'm Ready。この放送は、ライブ配信と FM 那覇毎週水曜日午前9時から収録放送でお送りしております。はい、ライブ配信をお聞きの皆さん、こんばんは。そして FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。水曜日午前9時になりました。 JPBA プレゼンツ I'm Ready 第13回目の放送となります。メインパーソナリティは JPBA 沖縄エリア支部長足峰美奈子です。そしてはい、フルボイスボイスナビゲーターの立花さゆりです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この番組は誰もが企業経営の基礎を学び、夢目的に向かえる自信と勇気を持った経営者を増やしたい JPBA の提供でお送りいたします。番組ではゲストをお招きして事業経営の話や企業を目指している方の挑戦する姿をお伝えしています。また皆さんからのコメントやメッセージも大歓迎です。ライブ配信へメッセージで参加される方は、Facebook のコメント欄から送信してください。また、FM ラホをお聞きの皆さんは、メールアドレス、office@jpba.okinawa までメッセージをお送りください。FM ラホでは収録放送でお届けします。メッセージは翌週の放送でご紹介をします。経営に関する疑問、質問、番組の感想などお待ちしております。はい、さあということで美奈子先生、はい、ナイトアイムレディ始まりました。2回目ぐらいですか？2回か3回ぐらいですね。うん、あります。はい、今日実はライブ配信で行っている日付は3連休のもうちょうど終わりの日なんですよね。うん、お彼岸に当たっているということで、はい、美奈子先生も今日は活躍しましたか？はい、お彼岸は。そうですね、うん、朝からお墓を掃除しに行き、うん、はい、みんなが集まるようにですね、うん、集まれるように、うん、はい、準備をして、はい、お迎えしておりました。わかりました。はい、その集まりには参加されなくて大丈夫ですか？もう、はい、皆さん解散されまして、あ、はい、明日も発表がありますので。あ、はい、そうですよね。はい、うん、コロナ禍も少しは落ち着いたということでね、こういった親戚の集まりなどもまた少しずつ復活している。はい、っていうところでしょうかね。はい、こうしたね、まあ、行事がいろいろある中、はい、そうですね、もう、もう年度末を迎えてこう、うん、パタパタとする会社さんもあると思いますし、新年度に向けていろいろと計画をするというところもあるんですけども、うんうん、やはりこの事業計画新年度っていうのは大事ですか？はい、新年度に向けて。そうですね、はい、事業計画は、うん、もうでも立てられてる方の方が多いじゃないですか。うん、そうですよね。そうですよね。もう立てられて、あとはやるだけだ。うん、多分っていうところなんですね。はいはい、なるほど、わかりました。まあ、その会社会社で今年の、うん、まあ、次年度の目標であったり、そうですね、立てるんでしょうね、きっとね。うん、はい、ぜひ皆さんも体調管理して、お過ごしいただきたいと思います。はい、さあ、そして美奈子先生の、本なんですけれども、はい、もうどうしましょう、もう第2回目の増刷、はい、増印、あ、そうですね、お済みですか？はい、2回目増刷しました。うん、あ、そうなんですね。はい、実は私の知り合いの方も今日1冊、うん、くださいということでお話があったのでお届けしましたよ。はい、ありがとうございます。はい、もうどうですか、反応もね、いろいろあって皆さんから ね、はい、もう嬉しい反応もたくさんいただいております。うん、実は沖縄県内ではなく、うん、県外の方でも、はい、この方が広まろうとしているっていうこともね、ね、動きも出てるみたいですね。はい、うん、なるほど、はい、そうですね、沖縄の方のみならず県外の方、うん、ね、これから起業しようって方本当にたくさんいらっしゃると思いますので、はい、うん、ぜひぜひ、安全運転で起業ができるように、はい、美奈子先生から教わっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ今日もですね、素敵なゲストの方をお迎えしてお届けします。 I'm Ready、 どうぞ最後までお付き合いください。ではここでコマーシャルお届けします。この番組は現役経営者と一緒に経営を学ぼう、 K
企業経営の教習所、一般社団法人日本パーソナルビジネス協会、個人、社会、経済の豊かさを共に作ろう、株式会社シーズリー、学ぼう、一生使える投資の技術、プロから直接学べる投資の学校、沖縄トレード学院、一日であなたのオンラインスクールが完成するオンラインスクール作成クラウドスタンドオン、未来を作る企業を経営戦略でサポートする経営戦略コンサルティングオフィス親川、プロフィール撮影インスタグラムサポートで最高の第一印象を作るお手伝い、沖縄未来スタジオ、お客様から選ばれるブランディングホームページ作成ならクリエイティブビジョン、豊かな言葉コミュニケーションで信頼度をアップ、フルボイスは JPBA を応援します。以上、各社の提供でお送りします。はい、はい、さあ、それでは美奈子先生、本日のゲストの方ご紹介いただけますか。はい、本日のゲストは、はい、合資会社、月城交通の部長さんで、玉寄せ徹様をお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、お願いいたします。さあ、玉寄さん、今日お彼岸ということでしたが、いかがですか、はい、この行事などもあったり、また3連休ということでね、いろいろと お仕事でしたか今日は。そうですね、今日も仕事がありまして、うん、はい、タクシーもそこそこ動いてはいましたね、うん、お彼岸の時に利用する方もいらっしゃるんで。なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。はい、では、ご自身から簡単に自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、今ご紹介いただきました合資会社月城交通で今部長を務めております玉寄せ徹と言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。月城交通さん、もう創業が長いですよね。はい、もうおかげさまで今年の2月6日で58周年。すごい、びっくりです。すごいですよね。お名前よく聞きますもんね。うん、そうですね。もう月城、ただ名前が月城なので、よく南城市の月城の町にあると間違われることが多いです。そうなんですね。会社はどちらにあるんですか。はい、実際に今、早原町のところに会社はありまして、はい、ただもう名前の方が、もともとその社長が、月城、はい、南城市の方に住んでたので、そこの月城から名前を取って、つけた会社となっています。そうなんですね。はい、業務内容はタクシーね、お持ちでいらっしゃることで、何台ぐらい所有されてるんでしょうか。弊社が49台所有しております。たくさんあるんですね。はい、従業員の方もたくさんいらっしゃるというのを伺いました。何名ぐらい所属されてるんですか。今現在は91名、いるんですけれども、うん、でもこれは実はコロナ禍で減った人数でございまして、はい、そうなんですね。コロナ前が約2年前ですか、127名はいました。はい、そんなにいらっしゃったんですか。はい、すごいですね。一気に減っちゃいましたね。本当にそうですよね。それでも90何人かね、在籍していらっしゃるというところなんですけども、お一人お一人とこう顔を合わすことっていうのはなかなかないと思うんですけれども、ね、そういった皆さんをね、こう一緒にお仕事していくっていう仲間ですね。はい、ありがとうございます。さあ、企業理念などありましたら教えていただいてもよろしいですか。はい、当社がタクシー事業なもんですから、やはりお客様の安全、はい、安心、快適輸送、これが理念として掲げられておりまして、ただ今この中に入ったことによって、ちょっと、去年の12月からにはなるんですけれども、新しい事業としてキャンピングカーのレンタル事業を始めたものですから、
そこに対するもう一つの経営理念としまして、自立と創生、そして貢献という、それを新たに、実は、もう本当にこれ去年作ったばっかりのものです。ああ、そうなんですね。自立と貢献と創生ですね。自立、創生、貢献ですね。素晴らしいですね。やはりこのコロナ禍になって、なんだろうな、また新しい働き方でしたり、新しいサービスが提供できるっていう、まあ、チャンスでもありますよね。そうですね。もう、やっぱりこう、下向いてられないので、やはりどんどん、これからも会社を発展させるというか、やっぱり失業者を出さないような、特に今 SDGs とかがよく歌われる時代。なるほど。なのでそれを目指していくようにも会社も変えていかないといけないということで、まあ、新規事業というところで始めたのが、まあ、今回はキャンピングカー事業ではありました。はい。ありがとうございます。さあ、そのあたりの情報も詳しく聞きたいと思います。まず、そうですね、為瀬さんは、今、今経営されている社長さんが初代の社長さんでいらっしゃるんですか？いや、実は私の親父のお兄さんが作った会社です。なるほど。はい、そうだったんですね。ただもうやはり御年がもう88になるので、うん。そうなんですね。まあ、70半ばぐらいかな。一時ちょっとこう体調を崩したというか、でそのタイミングで、まあ、私の、まあ、親父ですね。まあ、お父さんが、お父さんも。はい。実は公務員だったんですよ。国家公務員で、ちょうど65で定年退職で沖縄に戻ってきたタイミングで、ちょっと会社見てくれないかとなって引き継いだんですよね。私の親父が。あ、県外からもう沖縄にもう来られて、そこから継承されたんですね。まあ、そうですね。まあ、ちょうど定年退職の時期ではあったので、まあ、タイミングが良かったと言えば良かったんですが、ただ本人はその後は、悠々自適に暮らそうと思ってた矢先に、まあ、経営に回されたという。なるほど。そうですね。もう、一から、もう公務員とまた違う環境の中ですよね。そうなんです。まあでもその65歳からまあ現在のね、数十年間を引っ張ってこられた、ということなんですね。はい、わかりました。でそこで、まあ、息子さんでいらっしゃる玉瀬さんが入ってらして、やっぱりこう中核を担う大事な存在でいらっしゃるんですよね。はい、今でこそようやくちょっと役に立ててるのかなとは思うんですけれども。うん、でも本当に若かりし頃は全然足引っ張ってますよね。そうなんですか。まあ、学校卒業されて、玉城さんはまずどこかお勤めされたんですか？そうですね。大学卒業後には実は、まあ、本社が愛知県の方にある食品会社に一時期入った時期、ことがあったんですけども、ただ、十何年か経ったとリーマンショックの時期にですね、ちょっと大不況を煽った時に、まあ、その仕事を離れております、はい。なるほど。そうだったんですね。その時も営業をされてたんですか？はい。基本的にはもう販売員としての営業職に携わっておりました。うん、なるほど。美奈子先生、玉寄さん、本当に営業がね、こう、営業オーラが出てるというかね、こうし、まず信頼感が溢れている。そうなんです。ね、すごい誠実な方でですね。はい、私は実は、その、玉寄さんの会社で、新規事業でね、スタートされている、その、キャンピングカーを、一回家族で借りたことがあって、はい、で私はもともと玉寄さんお知り合いだったので、私が問い合わせではなくてですね、主人が問い合わせしていただいたんです。してもらってそうなんですね。予約とかお願いしたんですけど、そしたらもうなんかすごい対応が良かったよっていう話を最初からしていて、おお、さすがって思ってありがとうございます。で、そう素晴らしい。で、ね、またその話も出てくるかもしれないですけど、その後のその、キャンピングカーに乗る時の事前の説明とかもうすごい分かりやすくてですね、もう丁寧に教えていただいて、すごいなと思って。ありがとうございます。照れますね。こんなも、ああ、素晴らしいですよね。そんな丁寧に接客をしていただいたら、また利用しようだったりね、いろんな人に、あそこいいよって、ね、教えてあげたくなりますよね。はい。そうおっしゃっていただけたら、すごい感無量です。いやいや、看板ですね。いやいや。
ですね。さあ、その玉城さん、その今のね、月城交通であったり、いろんなさまざまな会社を経験されて、現在営業から実は経営の方にシフトしてきているというふうに伺っております。はい。はい、やはりこの営業で培ってきたこととその経営と何かこう違いっていうところでは感じているものありますか？そうですね、営業の時はとにかく数字を、結果を出すために動くというか、そのために行動したもん勝ちというものがあったんですよね、ただ経営の場合ってまず行動する前にそれがうまくいかなかったリスクを考えないといけない、そういうところもやっぱり本当はあるはずなんですけども、それわからない、実際やってみたらやる前にすごい綿密なことが必要なんだなっていうことに気づかされましたね。ああ、そうなんですね。じゃあ、とりあえずなんかやってしまえば大丈夫かなっていう勢いではなくて。ではダメですね。そうなんですね。いやいやいや、やはり、宮野子先生、そう、はい、皆さんそういうふうにね、まず、例えば、お店でオープンさせれば、はい、大丈夫だよね、商品作りがあるから大丈夫さって思ってしまうところでは、私もそうだったので分かります。そうか、そうでした。ここにいらっしゃる皆さん、ね、先生、商品があるとやっぱそれをどうやって売ろうかっていうところからスタート、ね、すると思うので、集客だったり、ね、セールスのところからやっぱスタートするのが、普通というか一般的にそういう方はすごい多いですよね。ね、そうなんですよね。経営とまたこう営業と違いっていうのは、そうですね、仕組みだろうか、そういったところですかね、美奈子先生、仕組みというか。そうですね、仕組みというか、そのやる前に準備することがあって、まず例えば事業計画書の話で言うと、その事業計画書の、計画書紙の上で、利益が出てないと、まず実際にやった時に利益出ないよねっていうなったり、だから紙の上でたくさん倒産させましょうみたいなJPBN だよ、そういう話をしてます。まずやる前に具体的に聞いていいですか？紙の上で事業一旦起こすんですね。そうです、ね、紙の上でね起こしてで、それぞれ各月のなんだろうな、はい、こうなんかね計画をしていって、で、できるのかできないのかっていうのを、ね、世の中の現実に合わせて数字立てていくと思うんですけど、これは無理だろうっていうところがもしあれば、本当にそこで黒字じゃなくて赤字で終わってしまう事業もやっぱりあるので、それはそれはそれで認めて、はい、倒産しましたみたいな紙の上でね、紙の上で、ね、じゃあ次みたいな感じでいくといいんじゃないかと思います。はい、玉城さん、紙不思議ですよね、紙の上で倒産させる。紙の上ならもういいんですけどね。そうですよね。でも本当にそれがすごく最初はね、そっかそっか。ですよね。経営って私が聞いたところによると、なんだろうな、もうトレーニングっていうふうにもね、聞いたこと、筋トレと一緒だっていうふうにもね、聞いたことあるんですよ。やはりそんな感じしますか？美奈子先生、筋トレでしょうか、トレーニングが必要ってことですか？そうですね、いろんな方がいらっしゃるのであれですけど、JPBA に関してはそうですね、筋トレをしましょう、筋トレトレーニングした方がいいですよっていうふうに推奨してますので、やっぱ最初はね、どなたかと一緒にトレーニングした方が早いし、あ、なるほど、結果が早く出るっていうところなんですね。ああ、玉城さん、経営の筋トレってね、私も初めて聞いたんですけどイメージありますね。ダンベル持ってってわけでもないと思うんですけどね。ただそのイメージも本当に怖いですよね。自分も先入観で最初動いてたところがあったんで、なるほど、ね、だからその先入観が実際、後ほどのものにはなるんですけども、本当に覆されるというか、思い込みって怖いじゃないですか、実際は違ってたっていう、その辺気づかされるところもやっぱりあったんで。そうですよね、わからないうちは、やってみなきゃわからないからっていうことでね、進めてしまう、で実際蓋を開けてみたらあれとか思ったり、あといけると思ったりね、さまざまだと思うんですけどもね。はい、わかりました。いえいえ、とんでもない、とんでもない。わかりました。さあ、玉城さん、お仕事の上で大事にされてること、教えていただけますか？
まあ、私自身が、まあ、やはりタクシー事業なものですから、もともと6年前に戻ってきたんですけれども、若い時に入ろうと思う会社じゃないっていうところがもうずっと私自身心の中にあったんですね、実は。沖縄国際大学を出て、4年生を出てですね、じゃあいざ卒業してどこの会社行くってなった時は、もちろん私は先ほど言ったように、本土の会社の方行ったわけなんですけれども、やっぱりその大学出てまでタクシーっていう発想はなかったんですよ、私自身が。なるほど。それはドライバーとしてですか、ドライバーとして、まあ、結局タクシー会社イコール最初は下積みとしてドライバーもしないといけないですし、なるほど。でまたそこからドライバーだけではなくて、まあ、内勤としてのオペレーターも経験積まないと中身がわからないですし、また事務職、まあ結局タクシーっていろんなものがありますんで、機械関係もですね、経理や事務もそうですが、この辺 もう全部下積みがあるわけなんですけど、多分それをやろうという気が起こらなかったというか、まだ営業職というかそういうのに花があるのがあったんで、そこにイメージがいってそういう会社をやっぱ選んでしまってたっていうのがあります。そうなんですね。じゃあ大体はそうですね、今このタクシー業界にお勤めされている方っていうのは、年齢で言うとちょっと落ち着いた年齢になるのかな。弊社で言うと、もう皆さんがすごい目上の方ばっかりで、もう平均年齢 66.7 歳。あ、先輩方ですね。もう皆さん大先輩です。私が3番目に若いのかな、一応。まさかの。まさかの私が。まさかの。まさかの。はい、そうなんですね。いや、それも先輩たちをね、こう束ねてというか、ね、それもそれもそれもね、すごいことなんですけども、そっかそっか。じゃあそうですね、じゃあその事業内容としては、例えばもちろんこう乗客の方を乗せるということなんですけども、あとも介護という意味でもタクシーのね、はい、必要性も出てきてるんですよね。そうですね、実際車椅子対応も、タクシーでできないかというところがあったので、何年か前からユニバーサルデザインタクシーといった UD タクシーですよね、車椅子ごと乗せることができる車の導入は、はい、当社は4台導入しておりますけれども、そうなるんですね。稼働はどんな感じですか、その4台のタクシーの稼働。実際に、もちろん車椅子利用される方は利用していただいてますが、ただ逆に4台しかないもんだから、そうニーズに応えることができてないっていう現状があります。あ、そうなんですね。わかりました。介護と必要とされている方は、例えば病院に行きたい、受診をしたいから利用したいとか、ね、そうです。あとは買い物ですね。買い物関係です。通院は家族の方がやられるケースが多いんですけれども、お買い物に関して、はい、本人のタイミングで行くものですから、家族が都合つけきれないときにはタクシーを利用で、買い物行くときに車椅子であったり、また荷物も持ってくださいっていうのがありますので。なるほど、そうなんですね。そっか、買い物っていう発想は私はなかった。そうですね、私も思いますね。でも納得ですよね。そうですよね。病院から結構家族がね、調整してくれますが、買い物に関しては、ご家族もやっぱりその仕事やられてますので、なのでタクシー利用するという動きになります。なるほど。それでなおかつお買い物をしたものを持ってもらえるっていうのは、ね、あとお米を買いたいんだけど、誰が持ってくるのかしらとかね。ね、そうですね。で、そういった時にやはり若い力が必要になってくる。はい、実際にはやはり若い方に、ね、入っていただいて、そういうお荷物持ってあげる、また実際、介助が必要な方もいらっしゃるので、その方をやっぱ支えてあげるってなった時には、ご年配の方も体弱くなってきてるので、ドライバーは、はい、若い方の手助けが必要っていうのが現状ではあります。そうなんですね。その現状とこの、ニーズのあたりって、ニーズとこの働き手のこのね、バランスっていうのも今後ね、はい、課題になってくるのかもしれませんね。はい、そうです。おっしゃる通りです。はい、いやいや、わかりました。ありがとうございます。さあ、今日は、合資会社月城交通から部長の玉寄せ徹さんを迎えしてお届けしております。アイムレディです。
それではここで CM に移らせていただきます。この番組は現役経営者と一緒に経営を学ぼう、企業経営の教習所、一般社団法人日本パーソナルビジネス協会、個人社会経済の豊かさを共に作ろう株式会社シーズリー、学ぼう一生使える投資の技術、プロから直接学べる投資の学校沖縄トレード学院、一日であなたのオンラインスクールが完成するオンラインスクール作成クラウドスタンドオン、未来を作る企業を経営戦略でサポートする経営戦略コンサルティングオフィス親川、プロフィール撮影インスタグラムサポートで最高の第一印象を作るお手伝い沖縄未来スタジオ、お客様から選ばれるブランディングホームページ作成ならクリエイティブビジョン、豊かな言葉コミュニケーションで信頼度をアップ、フルボイスは JPBA を応援しています。以上各社の提供でお送りしております。はい、では、続いてはこちらのコーナーです。教えてみなこ先生のコーナーです。はいありがとうございます。3人で拍手をね、送っておりますけれども、はい、このコーナーでは、JPBA 沖縄エリア支部長、そして講師として経営のコーチを務める美奈子先生から、経営について教えてもらいます。さあ、美奈子先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。美奈子先生、ここでですね、はい、今質問がも届いておりまして、はい。はい、まあ、こういったコロナ禍で、接客業を、ね、通して、接客業をしているんですけども、このコロナ禍でいろいろ観光に携わることが減ったり、接客業で厳しいところを迎えているっていうところなんですけども、まあ、そんな時に、この PBF フレームっていうのを本で読みましたと。はいはい、で、これは例えば、まあ、どんな業種に向いてるんですかっていうことなんですね。この PBF フレームが。フレームっていうですね。今、まず出しましょうかね。はい、あ、じゃあ出しますね。これですね。はい、本の中に書いてる PBF フレーム。はい。PBF フレームって一言で言うと。これは何でしょうか。PBF、パーソナルビジネスフレームワークっていう名前です。はい。はい、で、はい、一言で言うと、一言で。一言で言うっていうか、まあ、どういう、どういうものですか。そうですね、はい。はい、一応、このフレームワークをすると、まあ、最短3ヶ月で起業した方でも、まあ、実践6ヶ月ぐらいで、まあ、月収100万達成できるっていうところで、はい、まあ、これは企業ビジネスの基本というところで仕組み化をしていきましょうというような内容になっています。はい、はいはい、失敗しない企業ビジネスの仕組み、はい、PBF の全体像ということで今一覧が出ております。はい、はい、じゃあ業種はとはどうですか。例えばサービス業なら OK とか、教育事業では向いてないよとか、そういった意味ではですか。そうですね、今までいろんな業種の方が実際に学ばれていますけれども、はい、業種は特に問いません、うん、問わないですね。問わないですね。はい、いろいろな業種、まあ、例えばどういった業種がありますか。まあ、美容室だったり、うん、あとは、まあ、サロン経営の方だったり、あと教育をされている方、まあ、サービス業もそうですけど、うんうん、そうですね、もういろんな、うん、飲食店などもありますか。とか、あ、金融業も、はい、あと飲食店、そうですね、飲食の方もいらっしゃいますし、うん、なんか変わったところにいた子さんとかもいらっしゃったっていう話を聞きました。あ、なるほど、はい、そしてサービス業もね、そうですね、はい、そういう方たちもいらっしゃるそうです。そうですね、それこそこう、まあ、芸能人じゃないですけど、こうアーティストとしてとか、うん、クリエイターとして活躍してる人、はい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 、そうですね、ね、はい、うん、じゃあ本当にこう幅広い業種問わず、はいはい、この PBF フレームを使えば、まあ、はい、最短3ヶ月で失敗しない企業、はい、そして、うん、月収100万円を達成できますという、ね、はい、そんなフレームなんですけども、はい、じゃあ、まあ、例えばこういったコロナ禍でね、事業を見直さなくちゃいけないっていうふうに思った時に、うん、はい、まず何から取り組んだ方がいいんでしょうか。うん、そうですね、まあ、
ゼロからスタートする方と、うん、今まで今ある事業から、うん、何かを新しくこう、うん、まあ、見直していくっていう形と、うん、どっちかあると思うんですけど、そうですね、この質問は多分後者だかな、はい、後者、はい、じゃあ 今までのやってる既存事業があって、うん、じゃあこれからちょっとまあリニューアルというか次に向けてやっていくっていう感じですよね、うん、そうですね、そういった質問です、はい、そうですね、そしたら、まあまあ、事業理念からまた見直していくっていうところもいいのかなと思います。はい、はい、あ、そうですね、はい、事業理念、まあ、個人、そうですね、社長の個人理念を見直して、うん、でそこから、まあ、ビジネス理念を事業理念ですね、うん、見直すっていうところが、うん、まあ、流れとしてはいいんじゃないかなと思います。まずは、はい、じゃあ社長の個人理念、うん、はい、ですね、うん、理念ってそのぐらい大事なんでしょうか。そうですね、まあ、理念だけではないんですけれども、うん、まあ、基本的な根本的なところで言うと、うん、まあ、理念のところがまず軸としてあって、それに伴って、うん、戦略戦術があるので、うん、はい、なので、まあ、うん、基本的なところ一番初めに押さえておきたいところはその理念のところかなと思います、うん、なるほど、はい、例えば、まあ、観光業であったり、うん、あと何だろうな、若い人がなかなか定着しない、うん、でも年配の方は定着してるんですけど、うん、そういった感じでこの若い方にも自社の魅力を、うん、はい、まあ、伝えたいっていうような場合でもこの理念っていうことは、はい、関係してくるんですか。そうですね、まあ、その若い方を定着したいっていう、まあ、いろんな目的がね、そのどうしてその若い人じゃないといけないのかとかっていうところもあると思うんですけど、まあ、例えば、そうですね、なんか理念って、私たちはこういう会社なんですっていうのをこう宣言するような、あの宣言文みたいな、はい、言葉になると思うんですよ。で、だからその商品を売るっていう、商品を前に出すっていうよりかは、まあ、思いの部分を結構こう前に出してるところが強いので、まあ、例えば、私のじゃあ、カーテン屋さん、家業で言うとですね、はい、まあ、インテリアとデザインで、自然に笑顔になれる暮らし空間を、提供しますっていうところがあるんですけど、カーテンを売ってるっていうよりかは、まあ、家族の団らんをこう作っていきますよ、うん、私たちはっていうところで理念にしてるので、だからなんかその、今回質問いただいた、方、会社さんも、まあ、いろんな、まあ、売ってるものはね、いろいろあると思うんですけど、ツールとしてあると思うんですけど、そうじゃなくてこの商品を買った先のこと、じゃあお客さんがどうなってほしいとか、まあ、私たちはそれを提供してるんですよっていうところの、その先のことをですね、未来の話をしていただけると、まあ、その若い人たちもね、その理念に共感して、あ、じゃあ自分もこうなりたいとかですね、こういうことを通してお客さんに貢献したいっていう方が多分寄ってなるほど来てくれると思うので、理念に沿ったこう考える、ね、はい、方が、うんうん、そしたら仕事もすごくやりやすくなりますよね、なんていうのかな、気持ちが一つになるっていう、ね、本当そうみたいな、そうですね。じゃあ、なるほど。じゃあ、ツールを使って、それを売ってるんではなくて、はい、思いなんです。例えば、快適な暮らしをご提供するとか、うんうん、便利、豊かさをとかね、うん、そういったことをご提供するってあたりが大事になってくる。はい、それを、はい、ありがとうございます。じゃあその、まあ、理念が固まりました。で、その中、例えば、まあ、ブランディングっていう言葉もあるんですけれども、うん、はい、うん、ブランディングっていう、ふうに、まあ、次進むにはどういうふうなことを考えたらいいんですか。はい、そうですね、この今ブランディングっていうのはその仕組みの中の、6つの掛け算の中の一番初めに取り組むところなんですけど、信用、あ、はい、信用ですね、はい、うん、でそこは、まあ、お客様から見たその会社、うん、その、お客様から、お客さんが、どういう会社から、どんな人から商品を買いたいか、どういうサービスを買いたいかっていうところ の、 ブランディングの要素と、あとはそうですね、私ってこういう人なんです、うちの会社はこういう会社なんですっていうところの、まあ、両方 の、 側面があるので、まあ、そこをこう一致させるっていうところがブランディングになるんですけど、なるほど、はい、そうですね、なかなか自分のところだけで見るとね、どういうふうに見られてるかっていうね、はい、うん、ところ見えないんですけども、そういったその企業のカラーっていうか会社のカラーっていうのもすごく大事な部分なんですね。はい、そうですね。であとは、うん、まあ、
その今までそのね、うん、事業されてる方なので、うん、今まで来てくれてるお客様の、まあ、どんな人が多かったとか、うん、まあ、どういう人が、ね、利用してるとかっていう、うん、その、まあ、今まで過去の既存のお客さんのことをちょっと振り返るっていうところで、はい、なんかそれを、まあ、ブランディングに使っていくのもいいのかなと思います。あ、そうなんですね、はいはい、どういった方に、ね、そうですね、利用していただいて、うんうん、ああ、そうですね、わかりました。で、おそらくの、あの競合他社ってありますよね、はい、同じような業種、例えば、うん、ね、観光業だったらね、こういろんな競合他社があって、はい、お客さんからしたらどれもまあ同じサービスをしてくれる、うんうん、同じ商品を買えるっていうところで、じゃあ自社はこのどの位置づけっていうところも大事になってくるんでしょうか。そうですね、はい、あのそれは、JPBA のこのフレームワークの中で言うと、事業理念のところで、あの USP っていう強みを出していく作業があって、あ、なるほど、まあ、なんかそこで大体見えてくるんですけど、なるほど、はい、例えばさっき の、 あのどんなお客さんが多かったかとか、まあ、例えば創業年数が多いとですね、それまでお客さん利用された方が多分何千人とか、うん、そうですよね、はい、事業者の方が多いので、うん、まあ、そこは他にないところじゃないですか、まず。あ、確かに、はい、強みですよね、うんうん、会社スタートして1年目ですっていう会社と、うん、やっぱり創業ね40年50年っていうところだと、うん、まずそこで違うし、うん、はい、はい、っていうところでまず数字に落としたりとか、あ、なるほど、うんうん、数字ね、あ、大事ですよね、はい、うん、まあ、まあ、あと顧客満足度をちょっと数値化してみるとか、うん、何パーセント、リピーターが何パーセントですとか、ああ、そっかそっか、うん、っていうところ で、 そうですね、うん、やっぱり業績が長いところはそこがすごく強みになってくるので、うん、あ、ですよね、はい、なるほど。あ、じゃあの過去何年間すごくね、うん、安全なことをしてしましたとかね、なんとかゼロですよとかあるじゃないですか、ね、そういったね、信頼につながるっていう意味でもね、はいはい、ああ、わかりました。じゃあまず、まあ、このいろんなやることがある中で、まずはその個人理念、はい、社長の個人理念、はい、そして会社の理念、はい、それから信用であるところのブランディング、はい、うん、っていうところをまずは固めていく、そうですね、っていうですね、はい、はい、ということで、そのね、問いかけをしてくださった方へのお答えなんですけども、玉内さん、ここまで聞いてらしてて、はい、何かお聞きになりたいこととか、うん、ありますか？そうですね、先ほどのからもお話伺ってる中で、今回、まあ、タクシー事業、まあ、私たち創業は長いところは強みにできるのかなっていうことを、うん、そこをうまく、うん、まあ、見せるというか、引き出していく。うん、方法を、まあ、逆に学びたいなっていうのが本音なところですか。うん、確かに確かにそうですよね。うん、私はタクシーの、ね、方がこういうのあったら面白いなと思うんですけど、運転してる方の、まあ、横顔っていうのかね、うん、はい、例えばあのこういう人がやってますよっていうね、うん、だからなんか趣味は、ね、例えばなんだろう、あのマラソンですとかね、うん、こういう月にこういう楽しみをしてますとかいう、なんていう人となりが見れると、うん、なんかやっぱり同じ空間を共にするっていうことで、はい、安心して、あの、乗れるの、もうちょっとした短い時間でもご一緒できるのかなってちょっと思ったので、うん、そういったね、ちょっと中が見えるっていうかね、こう従業員の人方の横顔が見れると、あの、うん、私は自己紹介みたいな感じみたいなのがあると、プロフィールのね、なんかあの、この、何ですか、お客さんが座って見えるところとか、うん、ありますよね。あ、ありますよね、あるか。なんか、あるところは見たことあるんですけどもね、例えばそれがホームページで載っているとかね、このプロフィールがあると、そう見えると、なんか安心して、うん、なんか、うん、っていうところが ありました。はい。なんかそうね。はい、いいですね。やっぱ資格で訴えるっていい、うん、いいですね。今ないでね。はからせてもらっていいですか。いやいや。でもなんかあの、うん、やっぱりタクシーっていうと、うん、あの地域密着ですし、うん、あとお客さんとね距離がやっぱ近いから、うん、なんかその頻繁になんか呼ばれる方と、なんていうんですか、なんか指名制度じゃないけど、うん、この人がいいみたいなのとかってあるんですか、お客さんからそういう要望とかも。そうですね、やっぱり、はい、あのお客様によってはもうこのドライバーじゃないとダメっていうのがあります。はい、接客いいドライバーは引っ張りだこですよね、うん、ああそうなんですね、例えばその方の、あ、失礼します、やっぱりだからそれがあんまりあるものだから、うん、あのそのなかなか当たらないドライバーからは、うん、なんかひいきされすぎてるんじゃないか
で会社の人が操作してるんじゃないかみたいに勘違いされることもあります。いやいや、そういうところじゃなくて例えばこの呼ばれてる人がなんで人気あるのかなっていうところをね、会社で検証して、その方いいところを見つけて、まあ、弊社はこういった丁寧な取り組みをしてますとかいうようなことをね、具体的に見せると、はい、ですね、なんか女性からしたら美奈子先生なんか安心できませんか。そうですね、なんかやっぱりこう知らない人って言い方あるんですけど、ね、あの最初ね、全然わからない方の前乗るのちょっとドキドキします、ね、そうですよね、しかも先輩、先輩方が運転しててね、はい、あの本当にもうね、ちょっとそうそうそうドキドキするところなんですけどもね、そういったところがあるとほっこりするかなっていうね、とかですね、はい、あとなんかこう、あのすぐ対応してくださると嬉しいですよね、なんかもう、ね、なんか本当にもうタクシーが捕まらないね、あの月城さんだったらすぐ来てくれるとかっていうね、敏速な対応してくれたら本当にありがとうって思いますよね。頑張ります。できる限りその対応、オペレーターやっぱり電話で呼ばれる方が多いので、なるほど、そうですよね、はい、なので電話で来た時にはあの、まあ、すぐ近くにいない場合追い返し連絡していいですかってことは努めてやるようにはしてはいますが、そうなんですね、15分20分後になります、大丈夫ですかって言ったら、そんなに待てないってなったらもうそれはそれで、あ、そうですね、逆にあそこまでやってくれたんだって待つ方もやっぱいらっしゃるので、確かにそうですよね、わかりましたね、いろんなあの強みを見つけてぜひ発信していただきたいと思います。はい、はい、では、美奈子先生、お知らせがありましたね、そちらをご紹介していただけますか。はい、お知らせがですね、4月の、ごめんなさい。あ、はい。ごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。ありました。はい。4月の24日に、純駆動さんでトークライブイベントを、はい、はい、あの開催します。はい。ゲストが、宜野湾市、宜野湾市長、前宜野湾市長の、佐喜真淳さんをよん、あのお呼びして、はい。トークイベントをさせていただきます。で、時間何時でしたっけ？3時から、はい、はい、分かりました。1時間ぐらいですかね。はい、ね、はい、お話しさせていただきますので、はい、はい、ぜひご参加ください。はい、今回は何か取り組みがありましたか？はい、ちょっと今回はで、あの話を追っちゃったんですけど、すいません。取り組み？あ、はい。今回は今回はで、すいません、ちょっと口を挟んでしまいました。はい。うん、はい、あ、じゃあ起業する人を全力で応援します。そうです、はい、今回はそうです、はい、沖縄に起業する方を全力応援というテーマでお話しします。はい、わ、はい、かりました、はい、参加費などはあるんですか？参加費は無料となっております。すごい、じゃあトークイベント会場に来れば、はい、見れる、たくさんいらしていただけます。ね、はい、今ちょっと計画中なのは、うん、このフェイスブックページで、あのライブイベントもそのまましようと、はい、あの今企画しているので、はい、もしかしたらあの遠方で来れない方も、あのその当日は見れるようになるようになると思います。わかりました、はい、はい、それに合わせて出版記念パーティーがあるというふうに聞いておりますが、こちらもご案内いただけますか？はい、はい、今ちょっとまだ計画中なのであれですけれども、4月の27日ですね、はい、水曜日ですね。水曜日、はい、うん、で夜、7時頃から2時間ぐらい、うん、はい、あのパーティーと、プチセミナーを企画しております。うん、はい、ですね、はい、これは、まあ、県内ですよね、沖縄県内で。そうですね、沖縄県内で、今ちょっと場所と、うん、はい、詳しい情報は今からですけれども、うん、はい、今企画中でございます。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。4月の大きな、はい、取り組みもありますので、ぜひぜひ皆さん、はい、興味のあるという方は、JPBA の、Facebook チェックをしていただいて、確認ください。よろしくお願いいたします。はい、以上、教えて美奈子先生のコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さてさて、あ、はい、BGM も戻ってきましたね。さてさて、玉井さん、あの先ほどね、キャンピングカーがありますよってお知らせがあったんですけども、はい、今お写真見えますか？これ見ていいですか？はい、うん、私が出しますね。あ、いいですか？今、はい、はい、はい、このキャンピングカーですか？あ、すごい、はい、楽しい。ちょっとあの詳しく何か教えてもらっていいですか？キャンピングカーの情報なども聞いてもいいですか？そうですね、うん、今当社が
去年12月15日にキャンピングカー事業を始めまして、ありがたいことに、プレスリリースすることによって、取材が来まして、それがヤフーニュースにも載ったことで、全国に幸い広まっていただいてですね、実は沖縄、日本全国で、このキャンピングカー事業を営んでいる、大手の会社というんでしょうか、ジャパンキャンピングカー、ジャパンキャンピングカーレンタルセンターですね、沖縄市、CRC という会社なんですけれども、そこの方からお声かけがありまして、実は今月3月3日に業務提携を結ぶことができました。はい、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おかげさまでも今月からそこからの予約も入りつつ、今稼働して、なので実は今日も含めてそうなんですが、今週のこの連休ですね、キャンピングカーがフル稼働した状況ですので、本当にありがたいことです。ありがとうございます。そうなんですね。美奈子先生、利用されたというね、話なんですけども、私、キャンピングカーって実はもう初めて聞いたし、中がどうなってるのかなっていうね、ところ知りたいんですけども。はい。じゃあちょっとこの。ありがとうございます。玉吉さんに聞いた方がいいのかしら。そうだと思います。専門家に聞いた方がいいですね。はい、失礼いたしました。はい。中はどうなってるんですか？普通常用免許。準中型免許 3.5 トン未満で誰でも運転ができる内容ではありますが、やはり一般車と比べて少し大きめなので、運転歴3年以上の方に貸し出ししているというのがまず1点。はい。ただ、中が実際6人乗りで6人寝れるスペースを設けています。すごーい、はい、そうなんですね。はい。そうですね。あと、なかなかキャンピングカーでは他にはない、マルチルームという、いわゆるシャワールーム。はい。シャワー室に、またお手洗い、トイレですね。でこのトイレが水を使わないラップポンというお手洗いを設けていますので、いざトイレが我慢できないという時には、ご利用くださいということで案内しております。そうなんですね。いや、もう水場、トイレもね、そうですし、こういった水場もついていて、例えばそういった水場の環境がないところに出かけた時にも対応ができるっていう。ねえ、はい、すごいですね。どういった方が利用されるんですか？観光でいらした方が多いんですか？今、現時点ではやっぱりコロナ禍なので、県内の方が多く利用いただいている内容ではありますね。ああ、そうですね。はい、いや、いいですよね。このね、お子さんも一緒に乗せて、ねえ、はい、もうゆ夢を積んで走るっていうようなね。そのキャッチフレーズにしたいなと思います。いや、本当そうですね。お子様、ね、家族連れの方がやっぱ多く来られるので、小さなお子様が見えると、やっぱりこの車お父さん買おうとか、お母さんこの車買ってとか、自分将来キャンピングカーになるとかいう人もいますので。かわいい。かわいい。やっぱり受付しててすごい楽しいんですよ、こっちは。そっか。なのでそういう夢のある、一つ事業展開できたなっていうのがあるので、そこも強みとして少しずつ活かしながら。はい、やっていきたいなと思いますね。素晴らしいですね。こういったキャンピングカーの情報などは今、映像が出てるんですけども、何で検索したら見ることができますか？月城交通というふうに検索してもいいんですけれども、もう今はキャンピングカーというふうに検索していただければ、沖縄 CRC のホームページの方がすぐ、出てきますので、そこから、業務提携してるから、どこから見ても同じ画面に行くようになりますんで。そうなんですね。もう一回いいですか？沖縄キャンピングカーでいいんですか？はい。沖縄キャンピングカーでやっていただくと、CRC というタグが出てくるので、そこをクリックすればもう、そこの、ホームページに見ることができます。はい。ありがとうございます。いや、私も乗ってみたい。すごい良かったですよ。すごい良かった。運転は私無理だったんですけど、怖くてできなかったんですけど、子供たちすごい喜んでましたよ、でも本当に。ねえ、実際に試乗したいって方も見えたんですよ。なるほど。実際できるか怖い、不安だからっていうことがあったので、その前もって知らせていただければ、時間調整つくようであれば、私、助手席に乗って近場をこう、
覗くことも一応やってまいります。あ、そうなんですね。そっか、私のワンボックス乗ってたから多分大丈夫だろうっていう方もいるんですけどね。でも全然大丈夫ですよ、もう本当、うん、そうですかね、はい、逆にね、こうゆったりした方がこう、ね、安心して運転できるって、うん、まあ、不安な方はあのお問い合わせくださいというとこね、はい、わかりました、ありがとうございます。ぜひぜひ、たくさんの方利用して、楽しい思い出を、ね、作っていただきたい。本当それこそゴールデンウィークももうね、まもなくやってきますからね。そうなんですよ、はい、うん、はい、ありがとうございます。さあ、キャンピングカーも含めまして、玉井さん、今後ね、何かこういうふうに展開したいなとか、はい、もっとこの事業を充実させたいなっていうのは、仕事に対する思いはありますか？はい、まあ、タクシー事業もやはりこれから先も継続するための取り組みとして必要なことではあるので、もちろんそこも必要なんですが、ただこれから先はもうどんどん、やはりどんどん変化していってますんで、そこに向けてもう多角経営というんでしょうか、キャンピングカー事業はその足がかりですよね。もっともっともう外部に目を向けていろんなことを取り組んでいきたいと、そのために今回本当足峰先生の出していただいた、私も持っています。買わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目は胃が痛くて途中で読みながら。で、2回読み直して、ね、やっぱ見えてくるか。だから、本当に何回か読み直すとまた気づきが出てくるので、まあ、私もぜひ進めたいなと思ってます。ありがとうございます。宮古先生、なんて本を出したんですか。よりためる本。求人誌パーフェクト企業ワークブックですね。はい、ありがとうございます。計らずもね、宣伝していただいて、嬉しい限りですけどね。ありがとうございます。そうですね、本当にね、これから、まあ、タクシー業界もぜひ元気になっていただきたい。そのためにはこういろんな、まあ、理念から戦略戦術ってこともまたね、新しい意味で出てくる、はい、うん、そうですね、と思いますのでね、はい、ぜひぜひ、また勉強する機会があったら一緒に、ね、はい、学ばせていただきたいと思います。こちらこそ学ばせていただきたいと思います。はい、じゃあもう時間もね、あとまあ3分ぐらいになりました。はい、早いですね。そうですね、まあ、これからの月城タクシーさんもね、この若い人たちにもぜひぜひ働いていただきたいっていうこともありますし、これから、まあ、タメスさん自身もね、会社の中核としてなさっていくという意味で、はい、まあ、これから、まあ、起業したいっていう若者も増えてくると思いますけれども、うん、その起業したい若者に向けて、もしメッセージを一言いただいてもいいですか？はい、やはり実際に体験してみないと良さがわからないところもありますので、いろんな仕事に対しても結構今こう引っ込んで調べ物だけして、うん、まあ、悪い言い方だと、その自分の頭の中で終わってしまってるというか、うん、あればこんな、向こう、ああいう仕事はこうなんだろうなと、自分の中で決めつけてしまってるようなところがあると思うんですよ。でも実際にやってみたらそうじゃなかったっていう気づける部分がある。うん、そういうのがあるので、もちろん、いろんな希望する職種っていうのを第一優先にしながらも、でも他のところと何が違うんだろうっていうところ。そこも、しっかり調べていただいて、まずは一回まあ、企業体験ってできるわけですから、まずは体験をした上で、やりがいがあるかどうかも、見つけていただきたいなと思います。はあ、そうなんですね。そこからまた自分のね、進む道っていうのが固まってくるのかもしれませんね。ね、やはり田辺さんもいろんな業種を経験されて、それで、あるってことで、本当この言葉にすごく深みがあるというか、うん、説得力がありますよね。実際やってみたら、本当に気がついたらできてることってあるので、ああ、そうなんですね。そう、一個一個がこう自信につながっていきますもんね。そうですね。だから本当にタクシードライバーやるまでは私も一時は怖いというか、うん、きついとか追い込みがあったんですけど、うん、めちゃくちゃ楽なんですよ。あ、そうなんですね。真面目にやれば全然普通に働くよりも全、もらえるというか、その時はコロナ前だったっていうのもあるんですけれど、なんか周りが稼げないって言われには、ね、稼げてるじゃんみたいな。おー、そのパートでやるよりは全然やってみないと分かんないですね。やらないと分からないです。そうですよね。
かりました。ありがとうございます。またね、貴重な話を聞かせていただきました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、美奈子先生、結びをお願いしてもよろしいですか。はい、この番組は誰もが企業経営の基礎を学び、夢目的に向かえる自信と勇気を持った経営者を増やしたい JPBA の提供でお送りしました。はい、メッセージをくださった皆さんありがとうございます。担当はメインパーソナリティの JPBA 沖縄エリア支部長芦峰美奈子と、はい、ブルーボイスボイスナビゲーターの立花さゆりと、そしてゲストでお越しいただきました。結びにお名前をお願いします。はい、月城交通の玉瀬トールがお送りいたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バッチリです。はい、ということで、はい、ライブの配信、皆様これからもね、この時間ゆっくりとお休みください。はい、そして FM のお聞きの皆さんはこれから元気に、お仕事頑張ってください。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。